始まりました。キャプテン本田康人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田さんがゲストをお招きして対談していく番組となっております。では今回も前回に引き続き元日本代表の鳩さんをお呼びしております。はい、で現在横浜 F マリノスのアンバサダーも務められてますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしく。今あれでしょう、ハトさんってちょっと戸惑って、ナミトさんって言いそうになったでしょ、今。なんか、噛みそうだった。いや、はい、もう何回やってんのよ。頼むよ。そういう時々ブラジル人になったらダメよ。ねえ、本当に。ちょっと顔でちょっと許してください。顔でって、許さない。で、テーマがアンバサダーですよね。はい。そうですね、テーマ、はい、テーマ言ってください。はい、本日のテーマはですね、はい、アンバサダーの仕事って何、うん、っていう、うんうん、どういった仕事をしてる。そうだね、多分知らない人ばっかりだと思うんだよね。まあそうですね。アンバサダーってだってどういう意味なの。はい、翻訳すれば大使ですよね。だから確か一番最初になったのがクラブで初めてが森島さんがアンバサダーっていう形でセレッソだったんですか。セレッソね。はい、うんうん、で今となれば、まあ、アントラーズだったら CRO ですか、うん、あと FC 東京だとクラブコミュニケーターとか、なんかいろんな肩書きのやっぱ OB の人が増えましたし、じゃあその人たちは名前が違えて何をやってるかって言ったら、やっぱそんなに大きく差はないと思うんですよ。でまあマリノスのアンバサダーって、まあ、僕が引退するときに役職も何もこういうポジションもなかったんですけど、うんうん、まあ、僕がまあ社長室にこう門を叩いて、で当時ヤマハ電機に行ってワードとエクセルを習って、でそれで僕はその提案書みたいなのを書いて、書いたの。はい、で社長にぶつけたんです。でこういう形でクラブ引退後はクラブの携わってこう働いていきたいっていうことで、うん、まあ社長がそうか、そういう思いであれかっていうことで、うん、じゃあお前がやりたいのは広報だな、うん、内容的には。なので、まあ、広報のところを管轄としてアンバサダーっていう名前肩書きで、まず就任したんですね。でところが就任したところで、うん、各クラブの中の例えばチケット担当だ、法人営業部だ、うん、地域との関わるだ、スクールだっていろいろあるじゃないですか。うん、いや、みんなは昨日一昨日まで選手だったのにどう扱っていいかわからないっていうのがまず最初。うんうん、どういうふうな、その名前はあれどもどういうふうに活用していったかわからないっていう中で、まず、うん、これはやっぱ3年ぐらいかかりましたね。なので、うん、各セクションとも今だったらもうスムーズに連絡取って、このスケジュール空いてますか、じゃあそこではこういう仕事でこういう案件であるんですけどってやり取りができてるんですけど、うん、当時はそういうのなかったので、まあ、自分の方から逆にこう企画を立てたりとか、うんうん、まあ、少しずつ歩み寄っていったっていうのがまあ正しいんですけど。なるほどね。そうだよね、はい、俺もアンバサダーじゃないけど、はい、引退してすぐアドバイザーって形でね、はい、アントラーズ2年いたんだけど、はい、やっぱ向こうからは、はい、こう何声かけづらいというか、うん、こういう仕事みたいなんですけどみたいなあんまりないわけ。はいはい、だから自分から基本的には現場が多かったから、はい、スクールとか今育成の方ね、はい、をもう11コースとか当時あったんだけど、そこをもう順番に回ってって、はい、なるほどなるほど、指導していくみたいなことがまあメインだったんだけど、はい、なるほど。まあ積極的には向こうからは言われなかったもんね。なるほどね。やっぱそうですよね、うん、だって現役で頑張ってやってる姿しか見てないんだから、やっぱ声かけづらいですし、ね、あれやれこれやれって上から言えないですよね。そうそうそう、はい、間違いない、はい、なので僕もどっちかって言ったらもう今まではタメ口で喋ったところを何々さんって呼ぶように、うんうん、そういうとこから入っていって、うん、なるほど、はい、でまあ例えばこう来場促進とかの ところでは企画をこう自分で作ってこういう企画どうですかって言った時に、うん、初めて何お前昨日までサッカーやってたやつがこんな企画書全然ダメだよとかって言われて、うん、そこで逆にもう僕のこう
淡路島の雑草魂がまた煮えたぎっ ていやこういうとこでも結果出してやろうとか。なるほど。まあそういう親善大使、将棋の親善大使もやったことがあるんで、例えばスタジアム試合前に将棋の棋士を呼んだり、将棋教室をスタジアム内でやったりとかすれば、もうサッカーファンでない人たちも将棋のファンもサッカーを見に来て、少しでもこうサッカーのファンになってもらいたい。で、棋士の人が来ることによってサッカーに来てるそのサポーターとかも、え、将棋の棋士って、ね、将棋って何っていうところで話を聞いたりとかして、うん、あ、うん、将棋もこうすごいなって思うところがあって、うん、なんかファンとファンのこう、まあ、お互いのこう業界の発展にもつながるだろうなっていうところで、まあ、エンターテインメント性もあるしね。はい、うん、なので山形はあの将棋の街なんで、山形が J1 にいる頃は将棋ダービーみたいなことをつけて、うん、やったりとか、まあ、そういう企画とかもまあやらせてもらったりとか、うん、来場促進では、あとは、うん、まあ、あの地域の方々とのこうコミュニティとか、うんうん、あとはスポンサーさんとの好意度形成、うんうん、でそういう形で今はもう各セクションとこうスケジュール合わせながら、なるほど、はい、取り組んでるんですけど、やることはいっぱいあるね。いっぱいあるんですけど、ね、コロナでちょっとね、コロナでちょっと、なるほど、そっかそっか、はい、あれハトちゃんは指導者の方にはこうなんで行かなかった、なんでそっちがアンバサダー。ああ、本田さん、いいことを聞いてくれました、うん、僕引退する頃時に、うん、樋口さん、木村和さんが監督を辞められて、うん、コーチだった樋口さんが監督になった時に、うん、声かけてもらったんですよ、あの、うん、コーチとしてどうだって、うんうん、でもすごいありがたかったんですけど、うん、僕としては小学校、正直本田さんも小学校1年生からサッカーをやって35歳までサッカーやってきて、うん、まあ、そのまま現役の上がったまま中ですぐコーチのところで、うん、あのやっていったら、うん、なんかもう息が詰まって、もう本当なんかこう解放された感じなかったんですよ。あ、そうなんだ、はい、でむしろもうサッカーはもうなんかその現場っていうのはちょっと満足感があったんで、うんうん、でもずっと戦ってきたんで、なんかもうちょどっちかって言ったら僕疲れた感がありました。疲れた、はい、なのでこうクラブ現場から少しちょっと距離を離したところでクラブと携わりながら、うん、こう現場以外のところでもこう勉強して、クラブ運営のこともすごく勉強したかったんで、なんかちょっとこう距離を離したところで活動させてくださいっていうのが本音だったんです。あ、まあサッカーから離れたいっていうよりかは、まあ、サッカーは当然好きだし、はい、携わっていく中で、はい、ちょっと現場の大変さって多分辞める 1,2 年ぐらいから分かるもんね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。でちょうど樋口さんから言われたのも、こうサッカー の, そのトップの方 の, そのヘッドコーチとかじゃないんですけど、うん、それヘッドコーチとかってできないじゃないですか、うん、その辞めてすぐなんか、うん、まあ、すぐはね、はい、だけどそのなんていうんですかね、見習いのようなこう例えば遠征に試合に行って、試合組が試合に行ってない選手たちをこう見るようなところで一緒に携わったりとか、うん、まあ、ちょっとこう現場の雰囲気をこう一番下の立場からこう支えるような多分役割でオファーもらったんですけど、うんうんうん、まあ、正直やっぱりこう自信なかったですね。はい、そう、業務を遂行していく自信がなかったですね。へえ、はい、なんかあれだね、まあ、ハトちゃんらしいというか、普通はなんか、はい、そのまま現役終わったらなんか一番移行しやすいのが、うん、まあ、現場だったりするから、はい、はい、意外と、まあ、育成もそうなんだけど、意外とこうみんなこうそこにこう、ね、うんうん、携わることが数多いじゃない、うん、はい、その中でね、なんかちょっともう疲れたっていうのはね、正直でいい、うん、そことは違 う, こう局面で、はい、ちょっといろいろやりたいっていうのね。そうですね、やりたいことちゃんらしいな、なんか他のこともチャレンジしてみたかったんで。なるほど、うん、そうだよね、だって、はい、将棋チャレンジしてんだもん。普通は思わない。いや、普通はね、辞めてすぐコーチの話だったら、コーチに行けば、まあ、どっちかといったら、あの仕事はあるじゃないですか。そうだね。なかなかね、そういう話っていただけないから、まあ、うん、いただけそうで。そう、うん。ですけど、なんかね、やっぱ自分の中で、
なんかこうすぐコーチになって、そしたらなんかこうまずその財政面も心配しなくていいみたいなところあるじゃないですか。やっぱその選手辞めた後の税金とかあるじゃないですか、うんうんうん、だけどそんなことよりもまず一番は自分がセカンドキャリアのところで何をやっていきたいんだろうなっていう考えたときに、いや、その選択はないなと思ったんです。なるほど、はい、うーん、そうか、そういう経緯があったわけね。そう、はい、まあここの10年いろんなそのトントン拍子で来てないんですけど、結果的にはまあ、何かしらこう切り開いていかないと、次またマリノスで長くサッカーやってきてクラブに携わるやつが出てきた時に、うん、なんかこう今までこういう流れがやってきたんだよっていうのをこう示していっていかないといけないなっていうのもあったんで、うんうん、そうね、はい、札幌市で毎年ね、はい、すごい数引退する選手がいて、うん、はい、セカンドキャリアってね、もうずーっとここもう30年近くね、はい、これ言われ続けてきてるから、セカンドキャリアのあり方なんで、うん、はい、だから本田さんもそうじゃないですか。どっちかって言ったらやっぱりこうそのクラブでこうなんかこうやっていくタイプじゃなくて、やっぱりもちろんサッカー界に携わってますけど、やっぱりこうね、独立じゃないですけど、なんかこう一人のまあマスコットとしてこう来てるわけじゃないですか。まあまあ結果的に俺はどっちかというとまあ現場言われたのよ、はい、辞めるときに、はい、コーチやるかって、はいはい、でコーチに興味ありそうだから多分そこかけたのかもしれないけど、はいはい、全く興味なくて、はいはい、だから俺はフロント業務がいいから強化やらせてくださいって言ったの。なるほどなるほど、もういきなりそこ行ったんですねもう、はい、もう全然強化のもう一番下っ端で勉強でもいいんで、見習いでもいいんでって、はい、もうそれではダメだったんだ、お前、まあ、これ払えねえよとか、はいはいはい、全然そんなの大丈夫ですよっていう感じだったんだけど、そこがなんかやっぱ、はい、結構言いたいこと言うから、はいはい、多分嫌なんだよね個性がめんどくさいんだよね、めんどくさいんだよ、やっぱこうバランスが崩れる俺がいることに、いや多分気使うんだと思う。現場に置いとくとやっぱ現場はやっぱもちろん監督コーチヘッドコーチでとかっていうところで、うん、そんな別に俺の発信がそんなにこう響いていく環境じゃないから、うん、知らなくてと、うん、フロント一つ入るとやっぱ強化に入れば入っただけで、まあ、それだけ発電力はやっぱね少し、はい、少なからずも響からなくはないみたいなところがあるんで、うん、はい、でこういう性格だから選手とかまあ OB とか、はい、そのこういろんな話するじゃん、こうやって、はいはい、なんでこうできないの、こうした方が合わせた方がいいよとかいろいろそのことに関しては、はい、チーム強くするためにいろいろアイデア多分言い出すから、はいはい、まあ面倒くさいんだろうなと、ね、だから俺コーチに興味ないから育成には興味あったんだけど、はいはいはい、だからアドバイザーって形で育成に、まあ、中心でちょっといろいろ2年間だけやってたんでね。なるほどなるほど、まあ、ただ3年の約束2年で切られましたけどね。あ、そうなんですかこれあんまりこれ大丈夫かなアドバイザー的に。あ、まあ、だから自分のこっち福岡のチーム立ち上げて、なるほど、上小中学生のねクラブチーム立ち上げてとか、はい、と自分の好きなことを含めて、なるほど、やり始めたっていう。俺はアントラーズ愛が強いから今でも戻りたい、はいはいはい、戻りたいですね。こういう形でこういうポストがあるけどどうだって言われたら俺もすぐ金額じゃあいくらないと生活できませんって言われたら多分すぐ戻る。俺は何かやりたい、やりたいことはあるけど、ね、うん、はいはいはい、もちろん自分のやりたいことじゃなかったら多分戻らないけど、はいはいはい、うん、なるほど。俺は育成として戻ってこいって言われても全然行くね。へ、うん、だから、ね、今小笠原がやってるさ、はい、一応高木は育成なんちゃらってあったの、はい、やってますよね。育成の中の、うん、まあ、トップとしてやってます、ね、トップ一応トップなんだけども、はい、ユース中心にあいつやってんの、うん、はいはいはい、だからあいつ全部回んなきゃいけない、はいはい、育成ダイレクター。なるほど。だから小笠原ってやっぱこう不器用だから、うん、まあ俺も似てるとこあるんだけど、だから一、うん、つか二つちょっと任せてやらした方が多分、うん、その方が多分向いてる。なるほどなるほど、まあ
全部その統括する無理だな、うん、まあ小笠原とかは、ね、俺なんかで自分で言うのもなんかやりたいから、うん、全部統括したい。じゃあこれアントラーズの強化見てほしいですね。ちょっと YouTube チャンネル、まあ、アントラーズの話したらチェックしてくれてると思うんだよ。まあでも直接、ね、本人にも言ってるから、はいはい、何でもいいから戻してくださいよって、はいはいはい、マンさんには言ってんだけどね、はいはい、アピールしすぎなのかもしれない。なるほどなるほど、まあまあ、まあまあまあ、俺自分のチャンネルで自分のアピールいらないから。いやいやいや、今話の流れでこうなった。はい、まあそうですか、アンバサダーね、はい、これはどうなんですか、まあ、アブキャン、これは例えば自分のこうまあ、プランとかで、はいはい、あと何年ぐらいこういうことやって、はい、あと何年後かにはまあこうなりたいなとこうあるべきかなとか、うん、まあ、そういうなんかこう、はい、あプランあるんですか。まあもう10年今ちょうどやってきて、うん、まあそうですね、次またこういうなんていうんですかね、マリノスでこうずっと長くやってきた選手が出てきた時にはある程度もバトンタッチもしていく時期にもなってきてると思うんですけど、うん、やっぱここまでこう運営とかいろんなところを見てきたので、うんうん、やっぱりこうまずマリノスには携わっていきたいんでね、形が違えども違うポジションではこう携わっていきたいっていうのもあるし、なるほどなるほど、ここまで来て現場っていうよりもどっちかというとこう強化のところもすごく興味は本田さんが言ったように、うんうん、このさこういうサッカーがしたいからこの監督、そのためには監督と話をしてこういう選手を取ってきてマネジメントしていかなきゃいけない、うんうん、まあそういうところはすごく興味はあります、ね、なるほど、はい、そこねちょっとやってほしいね。今マリノスがさ、はい、ね、ちょっと川崎がまあちょっと抜けつつあるところを、うん、川崎がちょっとね、うんうん、抜け出せずマリノスもちょっと追いつきそうだけど追いつけないみたいな、そうですね、ところのポジションにいるんだけどね、うん、面白いサッカーもしてるし見てて、はいはいはい、いいね選手もねたくさんいて、はい、今年こそはって思ったんだけどね、うん、ちょっとねここ足踏みしてるんで、まあしてるね、まだまだネバーギブアップ精神でやっていきたいですけど、なるほど、ね、うん、やっぱ川崎のやっぱり強さっていうのはやっぱね認めなきゃいけないですしね。もちろんもちろん、うん、まあ、ただやっぱりもうやることは目の前の一戦やっていくのと、最終戦が川崎なんで。あ、そうなんだ、はい、そこまでなんとかポイント詰めたいね。そうですね、もうやることはもう、うん、もう勝ち続けるしかない、プレッシャー与えることしかないんで、まあそこにこう僕も今こう応援番組をやらせてもらってるから、やっぱり一人でも多くのマリノスファンサポーターが増えるように、うん、でうん、やっぱポジティブに勝っても負けてもマリノスのサッカーいいよな、うん、マリノスっていいよなっていう風に、うん、こうなんていうんですかね、発信していきたいなとは思いますね。なるほど、はい、またいいコメントで締めてくれるね。いやいやいや、もうそんなことないですよ、ちょうど時間的にもちょうどいいかなと思ってて、うん、上手ほんと、まあいろいろね、はい、日本代表のことも含めて、ね、はい、いろんな話聞けてよかったです、楽しかったです、はい、こちらこそ楽しかったです。さんとカンセラーなんかあります？なんかあります？ないね、ないってないね。ね、こんな本田さんとこうやって喋るのももう多分初めてなんで、また大丈夫です。でもまあ、はい、いやこんな長くはね、なんかこういう、うん、内容で喋るのはね、はいはい、いつもなんかたわいもない話、そうなんです、現場で、ね、仕事の現場ではね、はい、してるけどね、はい、なので本田さん来週お願いしますね、はい、来週はだってメンバーたくさんいるでしょ、今います、います、若いのいっぱいいます、ドリームマッチと違って俺は前半のんびりやる組で楽しくやらせてもらえるでしょ、はい、ですよね、ね、はい、それいいでしょ、はい、じゃあまたちょっと楽しくサッカー一緒にできますね、はい、お願いします、お願いします、はい、ちょっとゴルフの方もね、はい、ぜひぜひね、将棋はできないんで、はい、オセロの勝負はしません。いや、オセロやりましょう、オセロオセロはしません、はい、オセロもどっちかでも負けるんでやりましょう、もうだから負けるの分かってて勝負挑みません。あ、カンセラーごめん、閉めて。いや、本日はアンバサダーまあ、どういう仕事かっていうのを聞きました、うん、で本日もありがとうございました、ありがとうございました。